今日から岡山市役所の職員の名札がフルネームや顔写真が記載されたものからこちらの名札に変わります。名札のフルネームなどからインターネットを通じて個人が特定されるトラブルを防ぐために実施されたものです。これまでは名札にフルネームや顔写真などが記載されていましたが、変更後は顔写真はなく名前は名字のみで、誰でも読みやすいユニバーサルデザインのフォントが使われています。必要最低限の情報ということで、それ以外のことについて不安はなく業務に取り組めるかと思います。顔や写真を SNS にアップするとか、そういったことを言われたということも聞いております。職員がトラブルに巻き込まれるリスクも軽減していければいいかなというふうに思っております。